ありがたいことに今回の体験版は全世界で100万ダウンロード、アンケートも 4万5500 通と想定を超える大変大きな反響をいただきました。皆さん本当にありがとうございます。ユーザーの皆様からは大変大きな反響をいただきまして、チーム一同一段と士気が上がっております。皆さんからいただいたご意見一つ一つ大切に読ませていただきました。鋭意開発中ではありますが、その一部を今日はご紹介したいと思います。ユーザーの皆様からいただいた貴重なご意見の数々は非常にゲームを改善していく上でとても有用なものが多かったので参考にさせていただいております。それではそれぞれの担当者に紹介してもらおうと思います。多くいただいたご意見としてマップ移動へのご要望がありました。一つ目は歩く走るの切り替えを B ボタンで行っていた点です。こちらはスティックの傾きで自動で切り替わるように改善しました。二つ目は移動速度についてです。 B ボタンを押しっぱなしにすることでさらに速く走れるようになりました。その代わりとしてフィールドやダンジョンではエンカウント率が上昇する仕組みになっています。デメリットになりますが、これによりバトルをしたいときにやりやすくなるというメリットも感じてもらえるかと思います。このほか体験版では入っていなかったファストトラベル機能も追加されます。よりストレスなくマップを歩き回れるようになっていると思います。同じく多くいただいたご意見として画面の見やすさに対するご要望がありました。一番多かったのがダンジョンについてです。歩けるルートをより見やすくするために床と壁のテクスチャーの色味を調整したり、目印となるオブジェクトを配置したりと工夫を加えました。また体験版では搭載が間に合わなかった行き先レーダー機能も追加しており、出入り口や目標物のおおよその方向がつかめるようになっています。また画面の明るさや HD2D ならではの画面効果についても人により視認性の妨げになると考え、オプションで調整できる機能を追加いたしました。気になる点として UI 周りの不満点のご意見もいただきました。まずセーブデータのデフォルトカーソル位置です。間違って上書きをしてしまったという報告も多く、すでに修正しております。また製品版でのセーブ枠はオートセーブ枠を加えて10個に増やす予定です。またヘルプテキストの文字の小ささについてもご指摘を多くいただいたので優先的に改善いたしました。その他画面でお見せしきれないのが残念ですが、細かく調整を加えています。次にイベントシーンについてです。まず体験版には入っていなかったイベントスキップ機能が搭載されています。これにより同じイベントを何度も見なければならない不満が解消されると思います。またメニュー画面から過去のイベントを閲覧し直せる機能を搭載予定です。次にメッセージテキストの表示速度についてです。こちらは特に海外のプレイヤーの皆さんから多くのご意見をいただきました。デフォルトのテキスト表示速度を早めつつオプションで変更可能にしました。最後にバトルについてです。こちらについても楽しんでいただいた方、難しかったという方などたくさんのご意見をいただきました。基本的な思想は体験版から変更はありませんが、ある程度のしっかりした歯ごたえはありつつ、でも面倒なものには感じられないよう慎重に調整をしています。まだ最終的な4人パーティーを組んでのバトルはお見せできておりませんし、実はまだ公開できていない大事な要素もありますので、今後の情報をご期待いただければと思います。今回紹介させていただいた内容はごくごく一部のものでして、さらに良くしていくためにチーム一同頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。開発チーム一同頑張りますので、今後ともプロジェクトオクトパストラベラーをよろしくお願いいたします。